ヨルハの遺体。確認。ヨルハ B 型。捜索中の 11B の遺体。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう。推奨。使用可能な武器を回収。また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。脱走計画。重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。報告。捕獲命令を受けているヨルハ部隊に 22B および 64B と確認。バカ追ってな。武装展開。隊長に連絡。ははい。あなたたちには任務放棄の罪で司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ。
全ての機体を破壊。ブラックボックス信号停止を確認。任務完了。僕たち仲間の機体を。どうしてこの人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ、アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビー、分かった。排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーよりトゥビーへ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ。アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもね。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。盗んでいなかった。じゃあ一体。司令部に通信。こちら 9S、 応答せよ。こちら 210、 どうしました。実は逃亡したヨルハ部隊についてなのですが。はい、こちらでもその情報を確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体これって。当該案件へのアクセスはできません。え？司令官命令によるものです。どういうことですか。ナインエス、気をつけて。私からの情報は以上です。あれ、オペレーターさん。どうして。行こう、ナインエス。でも私たちは